スモーキー、ジョー・ウィリアムズは、1911年から1934年まで、アメリカ合衆国のニグロリーグで活躍していた、野球選手。主なポジションは投手。テキサス州グアダルーペ軍、セギーン生まれ。右投げ右打ち、サイクロン長とも呼ばれる。サチェルページ以前のニグロリーグにおいて、最も偉大な投手と言われる。アフリカ系アメリカ人と、 ネイティブアメリカンの両親の間に生まれた。プロとして野球を始めたのは1905年からで、サンアントニオにあったブラックブロンコスというチームでプレーを始める。身長6フィート4インチ、体重200ポンドという大柄な体からウィリアムズは高速球を繰り出し、初年からいきなり28勝を挙げ、その後も15勝、20勝、20勝、32勝と勝ち星を挙げる。 1911年にニューヨークのリンカーンジャイアンツに入団。1910年代におけるリンカーンジャイアンツの躍進を支える存在となった。記録は不十分ながら、1914年シーズンは41勝3敗の成績を上げていたものと考えられている。また同年、メジャーリーグのニューヨークジャイアンツとの交流試合では20奪三振を上げ、この後を速球に、 ジャイアンツの選手からスモーキーとあだ名をつけられたのが彼のニックネームの由来だという。また、1917年に行われた交流試合では、同じニューヨークジャイアンツを相手に無安打試合をやって、のけたが、試合は1から0で敗れた。1914年に、ジョン・ヘンリー・ロイドが監督を退いた後は、1923年までリンカーン・ジャイアンツの選手兼任監督を務めていた。 しかし1923年にチームがイースタンカラードリーグ5位と低迷すると、ウィリアムズはその責任を取らされる形で放出され、1924年のブルックリンを経て1925年からはホームステッドグレーズに所属した。1929年には43歳になっていたが、12勝7敗という成績を残しており、また翌1930年の8月7日に、 カンザスシティモナークスと対戦した試合では延長12回まで投げ切り、計27奪三振を上げるという記録を作っている。1932年に現役を引退。引退後はニューヨークでバーテンダーなどをしていたという。1951年にニューヨークで死去。それまでニグロリーグ以前の投手成績統計の調査が十分でなかったことなどで、 ウィリアムズがベテランズ委員会からアメリカ野球殿堂入り選手に選出されたのは1999年のことであった。ありがとうございます。